今年度で閉校する長野市の小学校では最後の卒業式が開かれました。晴れの門出を祝う一方で、地域のシンボルである小学校がなくなることに危機感を持つ住民もいます。全校児童14人の新興小学校、児童数の減少で今年度で閉校します。次卒業式なんで、すごい緊張します。なんか緊張してます。令和4年度卒業生。はい。最後の卒業生は3人です。6年生だけの最後のホームルーム。3人でね、一緒に笑い合ったりだとか、3人でやっぱ話をしている時がものすごく楽しかったです。先生がプレゼントと手紙を用意していました。すごい、めっちゃ変だ。どう入ってる。その場で読んだ手紙は大切にしまいました。卒業式の後に開かれたもう一つの式。閉校式を始めます。前身を含めれば150年以上の歴史がありますが、新興小学校として開校したのは2016年です。旧日信田、また高小学校が統合して、今から8年前、わずか8年です。8年で閉校を迎えることになってしまいました。新興地区の人口は20年前からほぼ半減。少子化は統合時の想定を大きく上回るスピードで進んだそうです。昨年中学がなくなりました。これで小学校がなくなる。ここから育った子どもたちも安心して、また一時は離れてもまたここで生活できるようなね、ものを我々が今度作っていかなければいけないなという思いを新たにしました。小学校の明かりが消えた中、地区の存続へ模索を続けます。